何かお願いがあるの？でも待ってね、ちょっと一旦寝るから私。はい、寝ます。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ、あれか、かぼちゃ畑を作らんといかんねえけど、まあ、この辺もあれか、一応まあ範囲内ということで、この辺でかぼちゃ畑作ろうか。まあ段の下にあってもいいよね、別に。あ、ここからはダメ。ここは？あ、ここからダメなんやね。なるほどなるほど。なんか分かりづらいな。ここから大丈夫なんやね。なるほどなるほど、まあ、とりあえずここに置いていきますと。はい、まあ、ここまでしかちょっとダメっぽいけん。はい、なんかね、外に出た途端にさ、あれやん、シドウとココアがすごい勢いでやってくるけんさ、えって感じになるよね。ちょ、びっくりするんやけど。あ、ちょうどか。お、いいぞいいぞ。そしてちょっとサクサクサク、木のフェンス。あ、そっか、ここ一個いらんのか。ほで、木のフェンスを、はいっと。で、かかしがいるんよね、かかし、かかし。はい、これで、このあたりに置きまして、あ、これも中にないよね。あ、ちょっとあれかな。ちょっと待って、これ扉つける場所間違えたの。つける場所間違えたの。こっち側じゃなくってこっちにしよう、なんとなく。はい、こっちこっち。そうそう、そこをね、入り口にするからね。はい、これで OK。 で、あとはかぼちゃの種を育てると。オッケーでしょう。これを収納箱に入れてしまえば大丈夫なんかな。とりあえずキビの種しまって、小麦。あれ？あと種はどこだ？ん？こっちの袋の中に入ってるものとかはあれなんだ。間違えた。はい、トマトの種取り出して、で、小麦の種も取り出して、あとは、かぼちゃの種も取り出して、これで OK かな。これ入れておけば大丈夫？あ、これでトマトの種をしまって、はい、あとこの2種類もしまうと。ちょ待って。ちょ待って、これで指定できるかな。あ、ありがとう。指定できんやんけ。一回は自分で植えん、あれ、一回は自分で植えんといかんってことかな。あ、そういうこと。え、でもトマト指定できんかったよね。どういうことや。どういうことや。まあ、とりあえず、かぼちゃ取り出しておきましょうか。取り出して、で、自分で植えるわ。植えればいいんでしょう、植えれば。はい、かぼちゃの種植えていきまーす。地道な作業。超絶地道な作業。はい。あ、別の植えたりしないでね、ちょっと。あ、ここ植えてたわ、もう。住人が、種を植えれるようになった、とかなったけど、違うものを植えないでね。よいしょ。これでもうできんやん。どういうこと？指定できるとことできんとこがあるのは何？はい。とりあえずね。これ一面植えれるかな、ちゃんと。
なんかミッション達成した、やった、たくさんの野菜クリアしたよ、やったやん、うきゃー、な、大丈夫ちゃこ興奮が半端ないけど、やった、やりました、これで大農園が出来上がったみたいです。ついにお題を達成できました。まだかぼちゃできてないんやけどね。あれ何、うん、アイナさん、胎児からものすごい力を感じます。様子を見に行ってみましょう。待って、かぼちゃ植えてんだこっちは。ちょっと待ってよ、確かになんかワンの時に比べて畑の量半端ない。あ、やば、これは確かにでかくなったってわかる。胎児が立派な姿に成長した。すごいです、胎児が見事に成長しました。俺たちが育てた作物が胎児に力を与えたんすね。なんか俺感激っす。うわははは、これで島に緑を取り戻すことができる。もはや腐り風も恐るるに足りん。くっくっく、これでこのまま時が経てばよりたくましく立派な胎児になっていこう。だがこのままではいつか教団に破壊されてしまう。ヒババンゴ様と早くお話ししなくては。そんなことより、いよいよ収穫祭を開くときっすよ。今日が神聖モンゾーラの始まりの日っす。くっくっく、そうであったな、皆の者、今までご苦労であった。いや、かぼちゃかぼちゃまだ途中でしょ。大農園の道その2、ミッションコンプリート。いや、嬉しいんだけど、ちょっと。アイナさん、お題に達成お疲れ様でした。改めてアイナさんに感謝です。アイナさんのその笑顔、約束した収穫祭をすぐに開こうって、そんなお顔ですね。ただ、お祭りの用意も必要ですし、アイナさんにお願いがある人もいるみたいです。ここはビルダーさんとして、皆さんのお願いを聞いてあげてください。そして、身も心も収穫祭に備えましょう。じゃあ一応あれだよね、ミニクエストみたいなやつも。え、何これ。カカシか、びっくりした。何かと思った。ミニクエストとかも一応全部クリアするまでは、まあ、なんかやらせてくれるっていうことやね。オッケー、オッケー。お。はい、みんなちゃんと育ててね。まあ、言うてあれやけどね、今雨降りよるけんさ、全然大丈夫なんやけど、何もしなくて。君は何をうろうろしているんだい？お、とりあえずかぼちゃがまだね、収穫できる状態になってないけんね。あれないよね。はい、こんな感じで OK でしょう。さあ、それじゃあちょっとハートも集めておきますかね。 OK、 あと127や、あとちょっとでビルダーレベル4になるよ、4に。やったね、良きだね。まだかぼちゃできない？最初に植えたやつとかもできないな。収穫祭ってことはあれやね、お祭りの旗みたいなのいるんやない？これなんかクリアした私。ちょっと待ってよ。はぁ、やりました。かぼちゃの種から芽が出てるみたいですよ。あ、芽が出ればよかったんか。かぼちゃは栄養満点で、焼くとすごい料理ができるそうです。早速試してみてくださいね。どうやら胎児にはまだまだ秘密があるみたいで、未知や胎児のことを研究してるんですよ。胎児の秘密か。秘密といえば、墓場のゴーストからおかしなことを聞いたぜ。島にはかつてビルダーがいた。そいつが島を開拓し、いろいろなものを作った。それなのにいつの間にかビルダーは島に絶望を振りまく悪になったってな。胎児にもかつてのビルダーってやつにも、まだまだ秘密がありそうだな。てか、そのビルダーはどこに行ったんだ？島からいなくなったの？ちょ、謎よね。お、君も何か。アイナさん、湿地帯から手に入れてきたトマトの種、早速育てようっす。トマトか。トマトできとったよ、すでに。トマトは見たことがないゆえ、わしも育て方はわからぬ。湿地帯で学んできた方法で育ってみてくれ。ん？でもそういえばマギールさん、島のことは何でも知ってるって言ってなかったっすか？ひょっとして案外抜けてるとこあるんですか？ドルキーみたいな柄のローブなんか着て。確かに。黙れ。わしはほぼ知っていると言っただけだ。すべてを知っているとは言っておらん。ひえ、許してくれっす。痛いのは嫌っすよ。なんちゃって。こんかった。アイナさん、確か農園跡地の奥から畑の支柱について聞いてきたんすよね。それじゃあ畑の支柱ってやつをうまく使って、トマトの種を一つ畑で育ってくれっす。もうできてるよ、できてるよ。できてるってほら。できてるよ。
クリアしてことにならないんだけど、なんで？どうして？トマトの種育てたよ。ほらほら、育ててる育ててる。全然大丈夫だから。なんならもう収穫できちゃうから。収穫までいかんといかんのかな。ほらほら。え？育てたよ。なんでダメなの？なんでダメなの？ね、日にちが経たんといかんとかそういう感じかな。あ、君のお願いは何？どうも。あいな、匂う、匂うよ。君、どんぐりを持ってるね。耳、どんぐりを健康の土に植えれば木が生えるはず。木をたくさん生やせば島に緑ができる。奥、草原団子に次ぐ緑が生まれるうねりを感じるよ。どうか村の中に木を生やしてほしい。木はどんぐりを健康の土に植えると育つけど、完成するまではとっても時間かかるみたい。その時は健康の土に肥料を撒いてからどんぐりを植えると、育つスピードが速くなるよ。あゆな、ミミツン。話は聞かせてもらったわ。村の中に木を生やすなんて素敵じゃない。だけど、木だけじゃつまらないわ。どうせなら木に遊具をつけて、木の遊び場を作ってくれない？ミミン、いい考えだね。じゃあ成長した木と遊具をくっつけておいて、木の遊び場の塊を作って。お、新たなレシピをひらめいた。お、ブランコ。木と紐で作られた一人乗りのブランコ。じゃ、それを、何？気づくの遅くね。うっほー、とうとうトマトの種から芽が出たっぽいっすよ。あれでしょう。君確実にご飯優先しただけでしょう。トマトが育つと赤くて丸くてとても愛らしいぞ。愛らしい、赤いらしいぞ。うん、興奮で言葉が紡げぬ。アイラさん、チャコさんとの約束覚えてるっすか？大農園ができたら収穫祭を開くって。噂に聞く収穫祭はものすごい格好をして朝まで踊り明かす刺激的なお祭りらしいっす。ものすごい格好って一体どんななんすかね？それはちょっと知らんけども。ちょ、なんすか今の間は。俺エッチなことと考えてないっす。考えてないっすよ。ねえ、マギールさん。ぬ、なぜわしに話を振る？わしとて断じてエッチなことなど。とにかくアイナさん、トマトをじゃんじゃん育てつつ、収穫祭の準備も進めるっす。はい、達成。収穫祭の準備も進めるのか。どういう感じかちょっとよくわからんけれど。あと52や、52。やったね。何をしようとしたんやったっけな、私は。あ、そうそう、木の遊び場を作って。木をどこに？あ、ここに。よくない？なんかちょっと。あ、でもここに木生えとるな。生えてるな。入り口あたり？とかそんな感じ？この辺でもいいけど。ブランコ、ここに作ろうか。じゃあこの辺。あー、違う！違う、大変。ふう、あぶねえ。あぶねえ。じゃあこの辺に遊具を作りましょう。草原団子、これをトン。はい、来て、ミミズで肥料を作らないといけないのか。肥料、肥料、肥料。あ、上がれねえ。肥料を、なんかめっちゃ押されるけど。あ、小麦がない。小麦が10個いるんやったっけな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ありがとう。小麦14個ね。大丈夫、大丈夫。はい、これで、肥料を作ります。はい、オッケー。で、あとはそこに、どんぐりを植えればいいと。木の遊び場作るよ、ありがとう。とりあえず、ここに作りたいけん。よいしょ。肥料、肥料。違う。違うよ。
よう。これか。でも肥料って、ちょ待って、あのなんか耕された場所じゃないっていかんのやっけ。え、いいんかな。普通にここにファサってやったんで大丈夫。あ、よっ、あ、全然大丈夫なんやね。で、ここにどんぐりを植えればよろしいと。どんぐり、どこや、これか。はい、どんぐり、これを、はい、真ん中に植えておけば大丈夫なんかな。どれぐらい経ったらできるんやろ、これで。とりあえずこれで、あとは木が生えてくるのを待つしかなし。あ、で、君のお願い事は？みんな集まりすぎやろ。とはは、はあいなよ。農園も順調に発展し、収穫祭も間近だな。そんな中、我が輩がお主にする頼み、もう察しはついているだろう。収穫祭の準備？そう、この辺りでビルダーの鐘を鳴らしてほしいのだ。みんなでものづくり力を高め、新たな仲間を呼ぼうぞ。ここに来て我が輩はとてつもないものづくりに目覚められる気がする。よくわからんが、そんな予感がするのだ。さあ、あいなよ。農園には依頼を持つ者が多くいよう。みんなの願いを聞き、ものづくり力を高めるのだ。いや、まあそれは、あ、なに？アイナさん、収穫祭楽しみっすね。俺、ワクワクが止まらないっす。チャコさんが調べてくれたんすけど、収穫祭ではカボチャで作った飾りを置いて雰囲気出しをするらしいっす。アイナさん、カボチャでできた雰囲気の出るもの、何か思いつかないっすか？ランタンとかそういう感じ？一生のお願いっす。何か思いついたら3つ作って、村の中の好きな場所に置いてくださいっす。いいね、飾り付けや飾り付け。おお、やっぱりランタン。かぼちゃの中身をくり抜いたランタン。かぼちゃのランタンを作って、ということは多分かぼちゃが収穫できんとダメよね。とりあえず今のところ収穫はまだまだできそうにない感じやけど、まあ待つしかないか。ん？君も何かお願いがあるの？でも待ってね、ちょっと一旦寝るから私。はい、寝ます。さあ、これで教会じゃないわ、鐘も鳴らしたいんやけど、まだね、あと19なんよ。あとちょっとなんよ。あ、で、リズのお願い。あ、リズだけじゃない、もしや。アイラ様、農園も素敵に素敵に発展して、いよいよ収穫祭も近そうですわね。そこでなのですが、なんかみんなの怒涛の依頼が。私、アイラ様に祭りの旗を作って、村の中を飾っていただきたいんです。それめっちゃ重いよった、私も。ああ、やっと一人で言えました。やっぱり妹が言っていた通り、要求は思い切ってするものですわね。さあ、皆様、祭りの旗を30個作って、家の壁など、お好きな場所に貼ってください。30個、多いな。そういう感じなんやね。祭りの旗を30個ってどれぐらいなんやろ。かぼちゃはまだできてないの？できてないっすね。結構かかるね。祭りの旗を30個。あ、全然作れるやん。はい、作ります。さあ、30個作った。あとは、まあ、これを飾り付ければよろしいと。あ、木生えとるやん。え、早っ。え、早っ。木生えたよ、生えた。やったね。この辺とかに飾り付けよう。ね。はい、祭りの旗。で、これを、あ、いいね、いいね、良きですね。はいはいはい、めっちゃいいやん。え、違う。違うよ、そんな方向じゃないよ。はい、く、上、おお、こういう感じなんやね。え、めっちゃいい。じゃ、家の周りをこう囲う感じにしていけば、あれ？こう囲う感じにしていけば、いいね。
木の遊び場ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、とりあえず後ろ側はいいかな。なんなら正面だけ見えてるだけでもいいぐらいな気がしてきた。この辺。ほっ。よいしょよいしょ。あれ。ほっ。くっ、なかなか。ほっ。あ、方向が違う。違うんすよ。こう、あ、いける。おー、いけたいけたいけた。いけた。これで、あ、はは、ほほは、は。全然置けんねえけど、つら。ちょ待って、この辺あれや、土置こ、土。やりづらい、めっちゃ。はい、これで旗を飾っていけばよろしいんじゃないでしょうか。この辺にも置くか。あ、旗を置いた。旗を置いたわ。土なんで私が置きたいの。はい、足りるよね。よいしょ。これで旗を飾って行きまして、良きかな、良きかな。こっち側にも欲しい。え、置けんやん。マジでここダメなの。いいやん。あ、右側じゃない、左側にあるけんってことかな。はい、で、こっち側無理やし、うん、こんな感じ。あと3つしかないけど、ま、残りの3つ、とりあえずこっち側に貼っとく。とりあえずね。はい、祭りの旗。あ、つけたよつけたよ。来た来た来た。どうも、素敵、よかった。まあまあ、皆様、村は祭りの旗で飾ってくれたのですね。きらびやかな農園で開かれる、めくるめく収穫祭。想像するだけで胸が躍ります。そういえば、アイナ様、今更なのですが、アイナ様はどうやってモンゾールに来られたんですか？船だよ。まあ、指導様と船に乗って来られたと。なんと恐ろしい。ハーゴン教団によって、人間の船の利用や、島の行き来は禁止されているというのに。でも、船に乗れるというのは、とても羨ましいですわ。モンゾールの遥か西に、ムーンブルクという大都会があるそうです。私一度そこに行ってみたい。あ、そういう感じなんやね、地理的な。ただ、教団に逆らえば、恐ろしい監獄にいられるとも聞きます。教団にとって、ビルダーは敵です。島の外でも、教団にはご注意くださいますね。ありがとう、心配してくれて。だいぶ強くなったね、ソフィーも。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかみんなさ、1個クエスト解決したら次のクエスト、で1個クエスト受けたらまた次のクエストみたいな、すごいね、どんだけ要望溜まってんだって感じなんやけど。